はい、皆さんこんにちは、東京ビューカの麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の質問は、整形を考えているんですけど、すごいやりましたっていう顔と、ナチュラルに綺麗になられている方って結構いらっしゃるんですけど、それは個人の趣味ですか、それとも先生のセンスですかっていう。個人の趣味ですね。ご本人がそう希望されている。そうですね。東京美容外科っていうと、バニラさんのイメージがあってね、 あそこ行ったらあんな感じになるよとかね、もうガツガツの整形のとこだよねとかね、すごい大きな手術やるところみたいなイメージありますけど、ナチュラルにやるのはすごい得意ですよね。例えば鼻をね、一生懸命やってるの先生はどういうことに気をつけてるかっていうと、あの人の鼻ってどんな鼻だったかなって言ったら思い出せないような、それが一番の理想形だって彼は言っててね。で、その特徴のない鼻、思い出せないような、それが一番ナチュラルだと思うので、それが一番まとえてると思います。目もそうで、ね、二重も、あれ絶対やったよな、みたいなね。特に傷跡がわかるようなのはもうダメだし、ただやっぱね、やり直しの時ね、手術どっかでされてきて、それをこう修正するときはね、結構大変なんですよね。それをさらにナチュラルに戻すっていうのはすごく難しいから、できればもう一発目に来てほしいですよね、そういう人は。あと、骨なんかはね、骨の手術、顔の骨切ったりするのはね、顔のどこの表面にも傷がないんです。なんでって、口の中から剥がしていったりするので、骨を切るときはね。だから、傷跡がね、顔にどこにも残らないので、これ一番ナチュラルだと思います。だから、美容外科はやっぱり、手術してるってことを、どれだけわからなく綺麗にするかっていうのが、一つ、戦いだと思うので、特に日本の美容がそうだよね。韓国だとね、なんていうのか、手術していることがこうセレブな証だったり自慢だったりするからね、国民全員がね、もう全然顔に指をつけたまま全然歩いてるのも平気っていう国民性なんだけど、日本はまだまだね、そこまで市民権得られてないから、美容整形を隠す文化があるから、それがね、悪いことでもなくて、隠す文化があるから分かりにくいようなナチュラルな手術が流行ってると思う。糸だったり、麻薬使うだったり、その国の文化によってね、美容整形の進歩の度合いが違うので、どちらの国のいいところ、悪いところっていうのをね、取り入れて、韓国で手術する人はそういう希望があるだろうし、日本でやりたいっていう人はそういう希望があるのでね、その辺をうまく使い分けていってほしいなと思います。はい。このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。